ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2021年1月20日水曜日、八日市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。第3水曜日のお相手は私吉田と松崎悦子と、はい、秀蔵、吉田秀蔵でお送りします。はい、改めまして明けましておめでとうございます。今年もミュージックボックスをどうかよろしくお願いいたします。今日も私と映像君と、はい、そして、もうすっかり、ね、メインパーソナリティみたいな感じになってらっしゃる、はい、天の声さんの3人でお送りしてまいります。よろしくお願いします。はい、1年の初めにふさわしく元気に爽やかに、ね、幸せな感じをこう、はい、こう醸し出してお送りしていきますので、どうか最後までお付き合いください。はい、秀蔵君改めましておめでとうございます。今年初めてお目にかかるということなので、ね、はいはい、一応改めましておめでとうございます。ご挨拶しておきます。今年はどんなお正月を過ごされたか、もしくはね、お正月といえばおせちとかお餅とかでしょ。で、どんな食べ方をするのか、好き嫌いはあるのかみたいなね、食べ物の話編と、また今年1年はこんなことをやってみたいとかね、これは絶対1年の間に実現するぞみたいなね、今年の抱負編みたいな、こんなような話を今日は進めていきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな今日も、そんなおめでたい今日も、メールは私たちには元気の元でございます。本当に嬉しい贈り物です。今日もメッセージをどんどん送ってきてください。番組中でもお受けできます。では2021年令和3年度初めて秀蔵くんがメール番号をお知らせします。よろしくお願いします。はい、メール番号は99@siga.tv99@siga.tv までお待ちしております。はい、お待ちしております。なんか今年の一番の目標は送ってきてくださるメールの数を増やしたいかな。そうですね、ね、うん、うわこんな来たみたいな、今日4658通来てますみたいな。そうですね、じゃあガーってこう、じゃあ抽選でシュッシュッシュッシュ、はいこの人みたいなね、うん、やってみたいな。そうですねそれ頑張ろうやなんとか、なんかメールたくさん来てほしいなっていうのを私たち頑張りたいと思います、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ではこの中からね、ちょっとだけ最初の1曲目をかける前にね、はい、お話しましょうよ。まず正月どうしてた？お正月休みあったんですか？まあ少しですけどあったんですね。はい、何してたんですか？いやもう特別、まあ、まあおせち料理をちょっと、うん、まあ、好きなものを作ってくれるお店があるんですよ。で、まあ、そこにお願いして、はいはいはい、まあ、それ用にちょっと用意してもらって、うんうん、で日本酒をちょっと買っといて、うん、それをしよう思ったんです。日本酒を飲むのを忘れた。何やそれ、忘れる忘れるってその買っといた日本酒をでも忘れる。でもまあやっぱりね、体調を崩したんですよね、また。ああ正月早々連続で、うん、まあ、だから忘れたんですよ飲むの。あ、そっかそっか、うんうん、飲んだんですけど、それを飲むの忘れてね、うん、まだ開けてないままです、ね、開けてないまま、はい、でもちゃんと正月らしい正月を、ね、まあでも一応してるんですね。そうですね、まあ、うん、一応は初詣もね、あんまりね、うん、行かないようにみたいなことになってますしね、うんうん、まあ静かなお正月でしたよね。私もほら去年お引越しをしましたのでね、はい、今年初めてその新しいところでね、年を迎えましたので、うん、近くにある神社っていうの、その住んでるとこに一番近い、はいはいはい、昔はね朝に一つずつあったじゃないですか、うん、ラジオ体操するとこみたいな神社、うん、そこに行こうって思ってたんですよ、うん、でも田んぼの向こう側に一個あるのは知ってたんですね。でそこへ歩いて、うん、お参りに行きました、うん、そしたらちょっと全然調べずにも、まあ、中にある普通のちっちゃい神社を持って行ったらね、まあなかなか有名な由緒正しき神社で、
すごかった。なんか源頼朝も徳川家康もお参りに来てるんだって。すごいですね。すごくない？すごくない？へえみたいな。うん、びっくりしました。なかなか立派な、はい、あの神社でございました。で、恵比寿さんっていうの？恵比寿さん？あのが祀られてあるらしくって、あの、まあ、商売繁盛もいいんですって。で、あの ささがきみたいなこうかき集めるあの、はい、砂のとこお掃除するやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれがあのその普通やった浜屋みたいなのが売ったでしょ、うんうん、あれの代わりにそれが売ってて、それを買わせていただいて、はい、飾りました。なんか恵比寿さんのぬいぐるみみたいなのがついててめっちゃポップな、はい、お守りでした。なんか近所にあんな立派な神社あって嬉しいなって、うん、なかなか静かな正月を過ごさせてもらいました私も、うんうん。あとでどんなおせち料理とかお餅ってどうやって食べるのかとかちょっとお二人に聞いてみたいなと今日は思ってるので、はい、お雑煮はどんな系とかね、うんうん、あのおせちの中でどれが一番好きとかね、うんうん、これ高い割にはあんまりだよねみたいなね、そういう正直な話を聞かせていただけたらと思います。はい、では今日も私が3曲セレクトしてきました、はい。で、ヒデゾー君の曲は もちろんね、はい、あのありますので楽しみにしてくださいね。今日はどんなコンセプトでね揃えようかなって考えたんですけど、まあ、新しい年になって次々ね時は流れていくけどね、音楽って考えたらなんかもう何百年も前の曲ね今も聴いてたりするし、うん、ベートーベンさんって誰も出会ったことないっしょもう。僕知り合いでしたとかいないでしょ。なのにみんなもみんな聞いてるじゃん。だからその時関係ないのかなと思ってね、なんか昔よくライブもしていただいたりね曲も聴かせていただいてたのに、最近もうそのユニットではされてなかったり、その歌はもう歌ってらっしゃらなかったりするユニットさんの懐かしい CD を引っ張り出してきてね、うん、はい、で今日はそれを1月にかけさせてもらって、ほら全然何も古さも何もなくて、うん、またなんか新しいなんか爽やかだわみたいな気持ちをね、うん、感じるかどうかをテストしたいと思って、うん、はい、懐かしい CD を持ってきました、うん、はい。その1曲目なんですけど、はい、あの今宮原さんとねユニット組んでらっしゃるプラーナ、今はプラーナだけになったんですけど、あのお綺麗な佐々木由香さんが、吉田さつきさんと2人であの組んでらっしゃったリンリンっていう2人組のがあったんですね。漢字でもリンリンって難しい、あのリンとしたみたいなあのリンリンってあるんですけど、普通にあのアルファベットでリンリンって書く言い方もあるんですけどね、知らんでしょ、懐かしいでしょ、聞いたことあります？いやないよね、はい。この2人は京都なので京都で活動してらっしゃったんですけど、多分何年前、もう15、16年前、うん、ぐらいに私は初めてリンリンさんに出会って手元に手に入れた CD から今日は初め聞いていただきたいと思います。ではお聞きください、リンリンで新しい風。その悲しみの向こうに想像もつかないほどの幸せが待っている。悲しみと同じ
じ深さ。だから今は泣いてもいいよ、泣いてもいいよ。涙枯れるまで2021年初めてのヒデゾンのコーナーです。はい、あの今日気づいてもらいましたか、あのオープニングのテーマ曲変わっているんですけど、はいはい、テーマ曲というかね、まあ、ジングルなんですけど、あのちょっとラジオが始まる時のね、あの楽しいお菓子か楽しい感じで始まるような、まあ、あれもジングルやね、一種のに変えたんですが、ヒデゾンのコーナーも新しくそろそろどうよ。そうですよね。ね、年も変わったことだし気分一新で、そうか、毎回生でやるとかでもいいけどまたちょっと考えていただいて。そうですよね、うん、ずっと胡椒だけ言ってるからもういいやろ、だいぶ胡椒かけたわ。まあそうですね、うん、次行こう。もうそうですね、そろそろ、うん、もう胡椒だらけになってるから、うん、次なんやろね、胡椒の次は。タバスコとか、いや、またちょっと
方向を変えたいですよね、うん、どう食べ物系から外れる。そうですね、ちょっと外れて、まあまあああいう、まあ今思うのはやっぱちょっとスポーツね、あのオリンピックがどうかっていうこともあるので、やっぱスポーツ、ね、ああいいですね。じゃあ今日はテニスとか今日はそういうのですね、うん、とか、まあ、まあああいう運動っていうか、新たなスポーツね、あ作り出すの、はい、新種を、はい、それもいいね。それをテーマソングに。そうですね、毎回違うやつが出てくるみたいな。まあまあ、あそうなんだったり、面白いですね。まあまあ、そうですね、頑張って作ってくださいよ。いいですよねスポーツなんか、だから、まあ、1月はもう始まっちゃったのでね、2月から年末まで11種目作れる。そうですね、まあ、基本的に胡椒もそうですけど、そうこう笑かそうと思ってないんでね。はい、してます。私たちはだいだい分かってきました、ひどささんのこと。そんなにちゃらけてないです、真剣なんで、で1曲作るの もうすごい大変やと思うので、本当に触りだけなのでね、ジングルで使わせていただくのは。そうですね、だからもう本当に5秒とか、せめて10秒ぐらいのだけ作ってくれたらいいですよ、それもいいですよね、それを11種目、期待してます、はい、じゃあ次は、まあ、とりあえずはもう簡単な録音でもいいので、来てきていただくか、まあ、ここで自分でやっていただくか、ほんまにしましょうよ。約束しとかないと進まないもん。そうですね、なんかまあ種目面白いな、ケンケンでどんだけ速いかとかそういうこと。まあまあそういうのであったり、ま、そういうこと、あら、まあ、作っていくんで、なんかパン食い競争とかね、オリンピックに入ったら面白いよね。わー、めっちゃ練習しはんねみんな。面白そう。大人が本気でパン食い競争している姿が、微笑ましいです。微笑ましいですよね。絶対戦争起きひんわ。そしたらパン作ってるとこもね、潤うしね。そうですね、オリンピックの年になったらね、パン屋さんの練習用にもいっぱい使ってもらえるし、いいかも。味わいたいですよね、そのパンをやっぱり。本当やね、いいわ、面白いわ、そう思ったら。なんかやっぱ勝ち負けだけで、勝ち負けは大事なんやけど、ちょっとほっこりさせてもらうというか、ね、あ世界平和っていいよねっていう感じるのもオリンピック大事やからさ、そう思わす種目を。そうですね、じゃんけん大会とかね、ね、あっち向いてほいとか、どう？あれなかなか瞬発力いりますよね。あれスポーツですか。私買ったことない。100戦100敗。買ったことない。あれとなんかペケ丸ペケ書いていく将棋というか、あ、はい、マス目書いて、はいはい、一回も買ったことない。あ、そうですか。見事にで負けたことも気づかへんかったりする。あ、え、何終わった、なんでみたいな。アホなんやね、きっと。あ、そんなもんですか。そういうのを全然ブーですね。じゃあ楽しみです。ひどさ君、約束できますか。はい、まあ努力します。ダメダメ、よく言うやつ、政治家が検討しときますとか。いやいや、努力しますとか。私の努力はちゃんとするんで、ちゃんと。ちゃんとって何よ。え、ちゃんとって何よ。仕上げて持ってきますから。やった、はい、じゃあめっちゃ期待してます、はい、来月みんな期待しましょう、はい、うわ、このコーナー盛り上がりますよ、はい、じゃあ今日はこれでひどさのコーナーということで、はい、ほんで問題のひどさ DJ 作戦や、ね、だから問題なんですか。問題ですよね。問題の、もう大問題ですよね。問題のこうバーンといくか、あらーってなるか、もうそこ大きいから、私も多分天の声さんも期待してるのよ、 DJ ひどさ、久々にね、まあ、いいアイディアかなって思ってるから、
そのアイデアはね非常にいいんですよ。アイデアはわってなるよ。いいんです。ただ私がついていけてないような気が。いやでもねこの間から聞いてる限りはあの悪くはないと思います。はい、いい感じでしたよ。あそうですか、はい、占いに匹敵するぐらいいい感じですよ。、はい、じゃあ今日のやつで、ね、まあ、それ今日の曲ですよね。心して始めていただけますか、まあ、あの裸になればいいんで、うん、自分がそう今日はまだ正月なのであの皆さん多めに見てくださるから。ああ、うん、はい、私はめっちゃ期待してますけど。いや力入れて紹介お願いします、はいはい、では今日のヒデゾーのコーナーのヒデゾーの今日の一曲を DJ ヒデゾーがご紹介させていただきます。ではヒデゾー君どうぞ。はい、次の曲ですが、まあ非常に人はまあ非常まあ、人はというか孤独を感じるんですよね。本当に孤独をなんですけども孤独を感じるってしまう人と全く感じない人がいて、でまあどっちかというと私は感じる方なんですよ。寂しくてしょうがないですよね日々。でまあそこでまあ寂しすぎてまあ一人なんとかとか言って楽しむんですよね。でまあその一人なんとかいうのがたくさんあって、まあやっぱり一人、ベースボールとか、まあ一人焼肉みたいなのありますよね。ああいう感じで楽しむ夜があるんですけども、その日々を歌ったような曲です。それでは聴いてください。サンガで無題。
からのお知らせです。小林寿美株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど大江機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した経営活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、八日市南高校前にあります。電話番号は 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、それでは、1月度今年初めての番組後半続けさせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まだあとね2曲とあといろんな話続けたいんですけど、今日も先にメール行かせていきたいと思います。はい、いつもいつもねメールくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。1月1日、今日もどなたがくださってるか楽しみですね。ワクワクです。はい、はい、読ませていただきます。今年も送ってくださいましたリアライズさんです。どうもありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。では読ませていただきます。皆さんこんばんは。コロナが収束せずまだまだ不安な毎日ですね。最近ニュースでコロナのワクチンが6月くらいには接種できると言われていました。皆さんはワクチンに関してどう思われてますか？私は介護施設で働いているので、できれば接種したいと考えていますということです。うわ、リアライズさん施設って介護施設働いてらっしゃるんですね。わー、大変ご苦労様でございます。そりゃ絶対先に接種してもらわなあかんね。うん、ジゾ君も人とたくさん出会う仕事されてるのかな。そうですね、うん、だから打たないとダメかなとは、ね、もちろんね、できるものなら順番にしていただきたいかなですよね。まあ私は都市なのでね、なんか副作用で年取ってなんかコロンっていう話をなきにしもあらずなので怖いなとは思いますが、もうそれはこうしてくださいって言われたようにしようと思っています。はい、反対するでもなく、無理やりしてくださいとお願いするでもなく、世の流れに
身を任せておっしゃる通りに私はさせていただきたいと思いますけど、こういうやっぱり介護とかしてくださってる方、医療施設の方とか絶対先にね、あの希望者の方から順番に行けたらいいのにね。なんかちょっと早まるかもしれないっていう噂もあるのでね、6月もうちょっと前にはなんとかなるんじゃないかな、期待してます。はい、頑張ってください。リアダイさん、ありがとうございます。よかった、今年も送ってきてくれはりましたわ、ダックスビルさん、ありがとうございます。もう去年で終わりやってなったらどうしようかと思ったんですけど今年もよろしくお願いします。はい、力入れてもさせていただきます。今年最初のダックスビルさんからのメールでございます。はい、いつも楽しく聞かさせていただいています。ところで今年は予定ではオリンピックが開催される可能性がありますが、いろんな意味で活躍してくれそうな人物は次のうち誰でしょうか、お答えください。1人目、体操内村選手、はいはいはいね、2人目、テニス大阪選手、3人目、お笑い T 体操チョコプラ、4人目、短距離侍走りイアンソープ杉江ですなるほどなんかちょっとボッケ役の人を2枠作ったという新しいパターンですかね今までね3人目までまだなんか来てましたよね。これ難しいですね、ちょっとレベル上げてくれはったんですね。じゃあどうしよう、じゃいけんしようかじゃいけんして勝った方から言って、2番目は天の声さんでしょ。じゃんけん実は参加させていただけないはい、じゃあ最初はグー、あじゃんけん、はい、ヒデゾー君がお勝ちになられたのではい、ヒデゾーさん、はい、どうでしょう。私その4つ目の4人目はね、はい、短距離侍走りイアンソープ杉江さんです。そうそう、はい、ちょっと侍走りやってください。侍走りいうのが やってくださいよ。どうするんですか。タタタタタってやつですよ。手こうやってこう。タタ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 ってやつです。私侍走りが見たいんで。短距離侍走りイアンソープさんですね。イアンソープは侍だったんですね。イアンソープさん水泳選手ですけど。イアンソープさん侍だったんです。確か水泳やったと思うんですけど。そうですよね。はい、そうですね。水泳ですね。はい、じゃあ。短距離侍走りイアンソープさん1票入りました。はい、はい、じゃあ僕ですか。相手の声さんです何それ、独断と偏見でえ、本当僕も侍走りはね、見たいんですけれどもね。見たいですよ、うん、それもなおかつイアンソープがイアンソープが、まあまあ僕真面目にいきます、はい、この中でね、オリンピックですよね。オリンピックです。あ、いや、いろんな意味で、まあ、いろんな意味とは書いてますけど、まあ一応オリンピックですね。オリンピックに出る可能性がある人は、はい、内村選手も出られるか、まだ可能性あるのか。内村選手バリバリありますよ。そうか、2人もいるのか。うん、うん、チョコプラですねチョコプラ T 体操で出れますかね。いや、いろんな意味でいろんな意味で、あ、いろんな意味でね、はい、はい、じゃあお笑い T 体操チョコブラさん1票いただきました。これはちょっとじゃんけん勝った方がやっぱりいいな、最後かなんなもう一回いけるのしたらどう、もう一回正月やし、お年玉で。これでもね、 T 体操っていう新しいね競技を作ったらいいんですよ。なあ、さっきの流れで本当や、うん、ありそうやわ T 体操。そうなんですよ、 TT や、そうそう TTT でこう競うわけですね。その T の切れの良さとかね、 T の美しさとか、あ、そうそうそう、角度がどうなってるとかね、素早さ、打つ速さとかね、いいですね、いいですね、ありですね。早速一つ目のあれですよ、ヒデゾーのコーナーや T 体操、それやったら出れそうかもしれないし頑張りたいわ、うん、はい、じゃあ難しいやん、もう困ったな。でもね、まあ内村さんも大阪さんも、まあ出てくれはるやるし、私が応援戦でも、でまあ T 体操は、まあ、子供たちもね、みんな応援してるし、やっぱりこうそれどうなのみたいなね、
人を応援してあげるべきやと思うので、イアンソープが侍走りで短距離に出るとなったら応援しなあかんでしょ、うん、やっぱり。だから私はやっぱり頑張ってもらうのは、杉江さんです。イエーイ、2021年一発目も杉江さん優勝でございます。おめでとうございます。今日ちょっとこちらから敷居を上げさせていただいたんですけど、秀蔵君があのオリンピックのね新しい競技を考えるっていう、今日決定させていただきましたので、それのアイデア出しに今日なってますのでね、できましたら次回からもアイデア出しに協力いただけたら秀蔵君はとっても嬉しいんじゃないかとね、はい、思いますよね、うんうん、はい、いろんな意味でタックスビルさんにしわ寄せがいっているというどうぞよろしくお願いしますだんだん難問を押し付けているみたいなね、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、今年私たちさっきね、ラジオ始まる前にちょっと2人で話したんですけど、やっぱりメール増やしたいよねっていうね。あー、そうですね、うん、メールチャット来てますよ。マジっすか。はい、呼んでください。 DJ ヒデゾいいですね、ピースパーンってきてます。いいですね、チャットもいいね。あ、だから別にメールじゃなくてもいいから、メールとかチャットとかで。そうですね、まあ、これをライブ見てる人しかチャットは打てませんけどね、うんうん、あ、楽しい。あと、もし何やったらツイッターで専用のツイッター設けてもいいんですけどね。はあ、うん、ツイッター私全然、あ、そう、じゃあやめとこうか。わかんないんですよ。でもそれやったらするよ。そこでねツイッター見てて、うん、こう自分で見ててこう入ってきたら分かる。あ、なるほどなるほど。じゃあ解説しなあかんな、わかる。いや、分かる。解説まあ解説はできますけどね。解説できる、うん、じゃあやろう、うん、何でもやろう、うんうん、ね、たくさんの人がメールもっとたくさんくださってね、あ、今日どなたのやつ読もうか、どなたのチャット読もうかみたいなね、うん、そんな風になりたいなっていうのが。やるよ、頑張ろう、うん、はい、応援してください、よろしくお願いします。はい、じゃあまたお正月話題に1個だけ戻りましょう。はい、じゃあそのおせちとお餅の話を、お雑煮とね、はい、おせちの話しましょうよ。はい、おせちってまあ大体同じもんだと思います、メニューはね。そんなん変わんないでしょ、滋賀県なんだし3人とも。でも僕はまあちょっと違う、お願いしてるあるんで、メニュー全然ちゃいます。じゃあ例えば、まあ、ベスト3とかやったら何が入ってるんですか。そのいくつも入ってると思いますけど、はい、まあまあメインのやつ3つ言うとしたらどんなメニューが。まあシューマイ、めちゃめちゃうまいんですよ。揚げシューマイなんですけど、うん、まあ一番ですよね。そう、おせちに入ってますか。おせちです。おせち頼むんですけど、毎年シューマイが。絶対シューマイ入ってます。金粉とか乗ってる。いやもう普通に普通のカラッと普通 の, あのおせち料理も入ってるんですか。数の子とか。いや入ってないあの抜いても、僕はそういうのなしで創作みたいな感じ。創作した、うん、だから今年ポテサラもありましたし、あ、ヒデゾー君がこれ入れてくれ、これ入れてくれっていうの。いや言えないですよ。でもみんなお客さんいるんで、やっぱある程度合わさないとダメなんですけど、そのポテサラはやっぱり好きなんで。あ、じゃあそういうちょっと変わったやつを注文するお客さん他にもいるってこと。いや、もうメニュー決められないんで。え、何種類。え、そこのメニューは何種類あるんですか。1種類。あ、もうその選べないです。1種類です。1種類、はい、だからハムも、ハムが美味しいんですよ。ハム自分で作らはるんですけど、ハムと焼き豚とか鶏ですよね。もう全部自分でやらはるんで。で、その全部で何種類ぐらい入ってるの、その買ったやつに。10ちょっとか。栗とかも入ってないの。入ってないです。これおせちって言うんですかね。おせちですよ。そうなんです。だからそこのおせちはもうほんまそういうおせちで、それがまあ楽しみですよね。なるほど。それはそれでいいわね、うん、でシューマイとベスト3としたらその中でもどれ。シューマイがまあダントツなんですよね、うん、ポテサラでしょ。ポテサラ、うん、で今年はお寿司が入ったんですよ、うん、こんな、うん、お寿司ですよね、巻き寿司、こんな
へー、太巻き、うん、海苔じゃないですけどね、海苔がないなんていうんですかでも巻いたの、うん、あれは何の魚なんやろうな。うーん、美味しかったですけどね。面白いことしてるの、そんな想像したこともなかった。一応せちっぽいものを作らなあかんっていう、もう脅迫観念に駆られてて、やっぱりもう一人分でそんなもん作れへんやかん、まあ、てかもういっぱいになっちゃって、うん、もう作ってる間にもういっぱい食べた気になるからちゃんと食べる時にはもういいわってなるんやけどでもおせち料理日持ちしますやん、ね、あれはそういうものですから、うん、ね、1日に食べた気になっても3日ぐらいまで食べる。そうそう、じゃああれやの、3人で奴隷が好きっていう話をしよう思ってたのに話ならへんな、それあかんかったな、ごめんあのポテサラ美味しいですよね。じゃあまあそれはそれとしておせちは見たことあるんでしょ。あります。子供の時とかは普通にやったの、はい、ありました。じゃあその中での話しましょうよね、はい、あのいわゆる一般の日本人が食べるおせちみたいな料理を思い浮かべていただいて、あの中で一番好きなのがどれ、2番目どれ、3番目どれっていうのをぜひ話合わせていただいていいでしょうか、はいはい、じゃあ私から言っておきますか、はい、私はねやっぱ一番好きなのは数の子です。あ、はい、それもあんまり塩抜きをしない、うん、まだ辛いよみたいなうちから、うん、辛いやつを食べる、塩辛いやつを、うん、あれが一番かな、うん、で二つ目は黒豆、あ、甘いけど、はいはいはい、甘いけど美味しい。そうですね、甘いんですよね。甘いんですよね。若い頃は甘くて美味しかったんですけど、最近甘ーって思っちゃいますよね、うんうんうん、甘いけどまあ許せるかな、うん、で3つ目はね、ちょっとみんな平等、同じような接戦なんですけど、めっちゃ悩む。あの子供の時はあのなんか卵焼きみたいなやつとかね、うん、ああいうの好きやったんやけど、うん、かまぼこみたいなやつとか好きだったんだけど、なんかそういうのあんまり食べなくなって、子供の時には大嫌いやったごぼうさん、ごぼうを叩きってほらちょっと酸っぱくしてやったりしたやつあるやん、酢でつけたりやつ、なんかねこれが最近ちょっと好き、うん、まあ今年はそのだからごぼうさんのやつをちょっと多めに作りました、うん、でそればっかりバリ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 食べてたけど、うん、好みちょっと変わったかな。あ、それが私のベスト3です、うん、で、のこさんは？もう最近はそんなになんとも思わないんですけれども、まあ若い子供の頃とかよく食べてたのは栗と、うん、栗おいしい、分かる、おいしいなと思って食べてましたね。今ちょっと甘すぎるかなって感じ。今もう高いし、うちのそいつには入ってないですねそれからタツ栗と、まあ数の子も最初食べられへんかったけど、ある時突然数の子の美味しさに目覚めて数の子ばっかり食べていた時期がありますね。あ、でも日本酒も好きだったら数の子合いそう。だから小学生の低学年ぐらいの頃はあのは食べず嫌いだったのかもしれませんね、うんうんうん、食べてみたらなんでこの美味しいのかと、ねね、であんまり食べさせてくれなかったよ親が、子供には、うん、子供は食べんでいいみたいな、うん、かまぼこ食べときみたいな煮っころがし食べときみたいな。確かに田作りも美味しいですよね。田作り美味しいですよね。美味しいですね、ちょっと後に残る苦味とかね、うん、はい、うん、はちょっと正月の雰囲気が出ました。はい、思い出して、あの思い出すんですけども、思い出してください、うん、やっぱりおせち料理が食べれなかったですよね。うん、でも僕食べず嫌いやったり好き嫌いが多いんで、うんうんうん、そのお豆さんとか、うんうん、数の子とかは食べたことがないんです、うんうん、あ、そう。でまあ食べれるもんを探すと、うんうん、やっぱり卵焼きが、うん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 、ね、一番で、終わるんですね。あ、まあ終わる全然正月じゃないやでまあかまぼこそうな、そんなもんやな、もうないっすよね。あとだからあんな魚も嫌やもんな、骨みたいやし、はい、お雑煮は、お雑煮もあんまり、お雑煮もあんまりなの、食べれない。僕ね、お雑煮ね好きやったんですよ、うん、もう最近でこそね、お餅は糖質なんで
食べないですけど。そうなんですか。うん、もう明太食べないですよ。ちっちゃい時ね、どんなお雑煮が好きやったかと言いますとね、もう煮込んで煮込んでドロドロやったお雑煮がね、はい、好きやったんですよ、うん、でね、今年ね、こうお蕎麦にちょっと凝って、はい、蕎麦湯の取れるお蕎麦を家で作って蕎麦湯飲んでたんですね、うん、この蕎麦湯でお雑煮したらどうだろうと思って、ちょっととろみのついた蕎麦湯に天つゆ入れて、天つゆ、麺つゆ入れて、あの雑煮っぽい味にしてお餅入れて食べたら、その小さい時にドロドロになったお雑煮を食べてるような感じで食べられて、もう僕今年に入ってそれが最大の喜びです。でも美味しそう。あの白味噌ですか。いや、おすましです。おすましです。 うちねおすましですね。そやからあのちょうどいいんですよ、そのそば湯に。あ、ほんまですね。麺つゆ入れたらそういう感じになる、ね、うんうんうん、しかももうすでにとろみがついている。ほんとやほんとや、最高です。あ、でも美味しそうかもしれん。私もそば湯も大好き、うん、これから僕そば湯またするときにはちょっとちっちゃいお餅買っとこうかなってうんうん、うん、思っております。私は白味噌なんですけど、一緒とろっとろになるまで、もう白味噌やからもう、うん、どれが餅でどれが白いだしかわからんぐらい。要するに餅がもうね、ディアーってなって、餅が成分がブワーっと入ってドロドロになったものにが、もうあの汁をゴゴゴゴゴゴで飲むとか、ものすごい至福の。初めてさ、あのやば、天の声さんと私、ねえ、えらいこっちゃ、 100% 共有できたわ。どうしましょう。めっちゃ美味しいですよね。石やと思われたくないんですけど、美味しいんですよ。でもあれは美味しいです。なんか糖質、私あんまりご飯も食べないんですけどね、やっぱり正月の三が日はお餅めちゃめちゃ食べます、うん、というかもうお餅しか食べないです、その、うん、主食はね。僕は鏡開きのお餅を食べました、うん、そっか。じゃあ餅も食べない。食べないですね。じゃあ正月食生活的には正月っぽくないってことやな。まあ、でも一応おせち料理を楽しみにしてはるんでね。そう、そっかそっか、うん、でもね、どこの家もそうですよ。そんなあんなん食べてないよ毎日、うん、もう最近のおせちってローストビーフとか、ね、そうそう、そんなんばっかりです。でもあれはお飾りでちょっと朝にだけね、うん、お祝い事で、もうその日の夜は鍋するとか焼肉するとかね、もうそんなんやと思います。はい、ということで、全然皆さん何の興味もない私たちのお正月の話を何も興味ないよね。もう聞いていただきましてありがとうございます。ちなみに今の話は私は一人でやってましたよ、寂しくね。一人でおせちを作り、一人で食べ、一人でお餅をわーとろとろやわーって言って食べ、うん、天の声さんも多分一人ですよね。秀蔵、はい、さんはどうだったんですか。私はまあちょっと田舎に帰って、あ、実家ですね、実家に帰ってとか。ご家族で。はい、まあ兄弟がいたりするんで。うわ、全然普通な話になってます。あらら、ほんでみんなでシューマイ食べてたんですか。そうですね。はあ、面白いな。ありがとうございます。はい、今日は正月の話、なかなか、ね、意義深かったです。ありがとうございます。はい、皆さんもちろんライブとか最近ないんですか。なんかご予定とか全然ないんですか。そうですね、困りましたね、もうあとね、 2曲用意してたのを、じゃあちょっと立て続けに聞いてもらいましょう、ね、はいはい、まず1曲目はね、久しぶりです、花柄ひとりさん。この人、私偶然にライブを聞いて、全然知らない人だったんですけど、なんかめちゃくちゃ好きな声やって、うん、で天の声さんが知ってるとおっしゃるから、あの紹介していただいたか何らか話しがけに行ったんです、その歌ってはるとこに、うん、実はこうこうこうでやったんですか。あ、そうですかって言って、持ってらっしゃった CD1 枚だけ残ってますって言って、その場で買った、うん、とても大事に素敵な声をしてらっしゃいます。久しぶり聞きたいので聞かせていただきます、はい、花柄ひとりさんで海のない町に生まれた僕にはです。
新鮮に映る僕の街は特にいいところはなくてもどこよりも世界一と感じる街昔はにぎわってた公園に冷たい寂しい風が吹く旧図書館だってもったいない使い方しかできてない商店街のお祭り今年はないんだって憧れだったトムボーイもなくなった隣の町には先月大きなスーパーができたこの町にも今月ついに24時間のファミレスあの頃の街はまだまだ未完成だったんだね僕の過ごした時代僕と一緒未熟な街聞いていただきました花柄ひとりさんです今どうしてらっしゃるんでしょうね活躍されてるんでしょうかねうんなんかすごいいい声してはった爽やかな感じでねまた聞きたいと思います今日はもう一曲最後にかけたいんですけど、4分ぐらいの曲やったからもうちょっとだけ大丈夫ですねはいですねじゃあ来月から、はい、できたらその秀蔵くんの新しいねはい何オリンピックに出る種目バージョンの、うんジングル、うん、っていうのも期待して待ってましょう、はいはい、よろしくお願いします、はい、それからメールとかチャットのね、うん、あのファンの方を増やす大作戦、うん、まずツイッター、ツイッターハッシュタグでいきますかハッシュタグをつけてするとバーっとこう、うん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 、そうですね、うん、ハッシュタグ第3水曜日ですね第3水曜日他と被らんもんにしんとダメですよなるほど他被っちゃうと関係ないのがちょっと出てきちゃいますよねうん。誰か専用のツイッターしてそこに書いてもらうっていうのはおかしいのかやっぱりハッシュタグの方がいいのかなうんその専用ツイッターを作ったっていうのは、うん
専用ツイッターは作ったことないですけどね、前あのハッシュタグでやってましたね。はいはいはい、そうなんですね、うん、そっか、まずツイッターしなあかんやな。天の声さんはしてはるんですか？もちろん、あの 2,30 人しかフォローいないですけど。わかりました。インスタも始めたんですけども、最初の一ちょっとだけやったわ。インスタもやってますよ。あ、ヒルゾー君もインスタフォローしてますよ。まあ、やってますけど、まあ、何もないですよね。まあ、僕もほとんど、ほとんどしてない。もう何も上げてない。ただインスタしかしておられないところの情報を得るには慎重しようがないです。そうですね、ツイッターしかしてない人と連絡取り合うにはツイッターをしなくても仕方ない。も全然最近のあれだし、大事なことしか載せてないし、でも本当に YouTube をやろうと思ってます。先生、だいぶネタまとまってきたので、はい、そちらも頑張りたいと思います。で、今日の最後の曲を紹介します、はい、懐かしいバージョンなんですけども、天野和さん、どうしたんですか？どうしたんですか？天の声さんが知らんって。ツイッター僕フォローしてますわ。あららら、らまた見ときますわ。一回言っといてください、どうされてるんですかって。新曲あったらね聞かせてください。向こうフォローしてへんと思うから、うーん、メールはできないですけど。あ、そっか、言っといてください。はい、久しぶりに聞かせていただこうと思って、はい、あのこの CD 聞きました。4曲入りでしたね、確かね。ギターボーカルの宮本、かなさんと、ギターでコーラスされてた雨宮菜々穂さんの2人、めっちゃ可愛いんだけど、この曲だけちょっと変わったテイストです。出だし懐かしい感じで、じゃあ聴いていただきましょう。また来月もぜひ聴いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。天野和さんで、明日戦火です。
ありました。本当はここでね終了なんですけれども、なんか見てくださってる方がいらっしゃるということで、ありがとうございます。どなたなんだろう。ぜひこういう時にあれ書き込めるんですね、見てくださってる方はチャットね、チャットができるそうなので、はい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 、なんか書いてくださいそういうこと疎くって、今ねツイッターインストールしましたお、はい、早速早速しましたので、頑張りたいと思います。これをどうしたらいいのかまだ分かんないんだけど書いて一生懸命今晩中にやっておきます。はい、まだ見てくださってる？うん、そうですね。どっから見てくださってるんやろな、パリとかやったらびっくりするな、うん、日本語わからへんかな。ないです、ないです。ないですか。はい。なんかな。昨日八日市雪降ってましたね。あ、降りましたね、うん。本当に寒かった、うん。今日も降るかなと思ったら今日はいい天気でしたね。うん、そうですね。雪見に行こうと思ったら滋賀だったらまだどっかで見れますか？滋賀って北の方行ったら何もでも見れるでしょう。まだありますかね。はい。で北の滋賀県の北は余呉とかああいうとこですか。雪国ですよ。ほうほうほう。はい。なんかそんなん軽はずみに嬉しそうに言ってたら申し訳ないけど、そうそうそう、ごっそり雪 見たい、うん、ね。でも遠くは今行けないから、じゃあ余呉とか行ってみようかな。余呉行きませんか一緒に。車中泊したらいいじゃない。まあ寒いか。あ、全然大丈夫です。車中泊やったら別にね、はい、3密にならないし、はい、別にいいんじゃないですかね。全然いいと思います、うん、寝袋積んでますマイナス20度まで大丈夫です。すごい。はい、なんか今寝袋の中にね、バッテリーで熱線通したやつ、はいはいはい、で体をこう覆うやつがあってね、一晩あれだったら全然雪の中でも寝れるらしい。一晩持つだけバッテリーが入ってるんですか。はいはい、8時間持つらしくって、はあ、だからまだ私それは買ってないんですけど、一回雪の中で寝てみたいな。ほなこう体中ね服になっててそういうやつがあったら、うん、それでね、そうですよね。それでエベレスト登っても寒くないですね。確かにね、バッテリーが持たないと思いますけどね、うん、多分20日間とかかかる、ね、どんだけバッテリー持っていかなきゃあかんねって感じですけど ね。そうそう、あ、お疲れ様でしたって、ありがとうございます。もうじゃあ皆さんご存知の方でございます。よかった、こうやってなことして喋れるってびっくりするね、うん、風邪ひかないように寝てくださいね。ではそろそろ締めましょうか。はい、はい、じゃあ今日はこれで終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。